お、みんな入って。おい。よし、これでみんな揃ったね。じゃあまずは自己紹介。私はウータイ暫定政府精鋭部隊マテリアハンターのユフィ。ジャッジ暴虐のシンマカンパニーと戦うためにはるか遠方よりやってきた忍びの末裔なのである。ウータイ。そう、それで頼みっていうのは他でもない。どう、私と手を組まない？私さ、手を組むなら本家よりブッパだと思ってたんだよね。忍者の仕事といやスパイか暗殺だろ。俺たちがやってるのはそういうことじゃねえんだよな。ベンくん。おお、でも今回は当たりかも。なんだよ。今日ウータイから遠く離れたユフィちゃんはけなげにも活動資金を自分で稼ぎながら反神羅活動を続けてるわけんで、ここで稼げないかなと探ってたら、ロドナー村長、暗殺の仕事があるって言うんだよね。そのターゲットが誰だと思う？もったいぶるな。なんと大胆、シンラカンパニーの新社長ルー・ファウス・シンラ、その人だ。どう、びっくりした？もうすぐルー・ファウスがジュノンに来るんだって。この村の真上、何期に就任パレードかなんかやるらしいよ。ここの人たちは国と太陽を奪われてからずっとシンラを憎んでるんだよね。だからこの機会に。そりゃすげえ。村長、私に払う報酬欲しさにあんたたちを神羅に売る気だよ。は？ああ、残念、もう売れちゃったみたい。じゃ、手を組むってことでいいよね。おい。上に行く方法はプリシラに頼んでおくから、あとはよろしく。早く出てこないとバイクごと押しかけちゃうぞ。いいのか、マイフレンド。誰？室内は不利だ。外に出よう。